会社の社長さんともなればいくらでも丸め込めたはずよ。別れ
それだけなんです。また会うことで変に気を持たせてしまったかもしれないけど。そんな、ずうずうしくなるのはいつもですけど。ならよかった。友達とか、メル友とかいうのもダメですよね。そんなの今だけ普通なんでしょうけど。ストレスたまりませんか？あなたは潔癖なのに、相手が違うって。仕方ないことはあります。いいの、奥さんに愛情がないのは分かるから。でも、子供も含めた情愛はある。だから離婚はしないのか。愛情と情愛って、どっちが強いんでしょうね。また怒らせてしまいましたか。怒ってません。怒るって相手にエネルギーを向ける行為だから。僕にエネルギーを向けても仕方ない。そんならなぜこの間怒ったんですか。そんなのバイオリズムの問題よ。それは違うと思う。それだとただの暴力行為ですよ。職場の同僚にもしますか。するわけないわ。そう、どうでもいいからですよね。つまり僕にエネルギーを向けてもいいと感じたんです。受け止めてくれるかもしれないと。面白い人ね。仮にその意見が正しいとしても、さっき言ったように今はそんな気持ちはないの。なぜ亡くなりました。この数日の間に。私は、はい、寝そ曲がりな人間だから。そう、あなたは徐々に僕が気になりだしているにもかかわらず、もう会わないと宣言する。まさに保守の寝そ曲がりです。本心は、そんなこと言わずにまた会ってください。そう言ってほしいと望んでる。いえ、あなたはへそ曲がりだから、言えば言うほど堅くなに二度と会おうとしないでしょう。だったら私が会いたくなるのをひたすら待つ。それもない。あなたは意固地だから、僕と別れてから僕のメアドを消去し、かつ自分のアドレスも変えるでしょう。その通りよ。だから何を言おうがしようが、僕たちはこのお店を出たら僕がストーカーにならない限り会うことはない。だがしかし、僕は警察に通報されるかもしれない。そんな行為をするほどの勇気はない。情けないな。彼女いない歴伊達に25年じゃありません。深くかけても。
ちょびちょ。